ただひろかずは、日本の小説家、俳人、福井県福井市出身、旧制福井中学校、旧制、第二早稲田高等学院、早稲田大学文学部仏文化卒業、横光理一に支持し、石塚雄二らと交流する。高等学院時代は、八木吉則、辻良一、中村八郎らと同人し、目視を創刊。年より上海へ渡り、 上海中華映画に勤務1941年大陸往来に寄せた長江デルタで第13回芥川賞受賞1945年福井に疎開するが空襲に遭い三国町に移住し三好達次らと交流を持つ1947年福井県社会教育委員を務め福井県文化協議会の設立に参加蛇市で 大衆文芸婚は解消化作。また上まくたせえ高田総七らと北陸生活を創刊したのもこの年である。49年神奈川県逗子市に住む。草久もはじめ、石田波京主催の雑誌、鶴同人となる。1957年日本文芸家協会の法中団に加わり、井上康史、中野重春らと新中国を訪問。 1962年俳句雑誌、レモンを創刊、主催する。1980年7月8日、横須賀市内の病院にて67歳で死去。門田康明は、多田に指示して小説を学び、多田のしさによって大衆文学へ向かった。ありがとうございます。